こんにちはです。今日はですね、トレックルです。今日はガープが来てるんで、ガープにね、あいつで入れみたいと思います。とりあえず行きます。はい。はい、このメンツです。トレーボールでやってみたいと思います。で、ここ押さなくていいんだよ。博識タイプと野心タイプ。でしょ？だから、こいつは野心。はい。こいつも、こいつは博識。はい。こいつは野心。でね、こういう、レイリーは博識。はい。で、レイリーは博識と。ということで、これ全部ちゃんと影響するよね。で、レイリーがフレンドさんだから影響すると。で、必殺技も多分全部、いい感じに使えるやつを連れてきたんで、うん、いけます。多分。いけるかな。必殺技食べれば多分いける気がします。うん、とりあえず行ってみましょう。はい。勝てるかな。必殺技がね、たまんないとでも、ちょっと怪しいですね。ロビンつかないと負けますね、これね。うん。さあ、行きましょう。ここはターンを食らわないで稼ぐと。そういう感じですね。そういう感じです。はい。結構食らうのかな。あ、余裕で倒せそうだな。押すまでが結構弱そうですね。うん。うわー、はい、これ大丈夫。おお、危ない危ない。倒しきりちゃうこれ。全然倒しきりそうだこれ。行きましょう。OK。いい感じですよ。200も回復するね。これはね、どうしたんだっけ。このおじいちゃんだけ取っとけばいいみたいな書いてあった気がします。多分。それ以外は倒すって書いてあった。合ってるな。うん。とりあえずやってみよう。はい。で、こいつらは全員4だから、むしろミスっていいって言ってるな。ミスでいいって言ってるな、これ。はい。アイミス。アイミス。アイミス。いや、おじいちゃん倒しきっちゃった。おじいちゃん弱えな、ここの。で、ここでためじゃねえ。ためでターンを貯める。そう、これで、ね、ターンを貯めるって書いてありました。でこれで、ためなきゃいけないですね。ため。ため。今、ためのことをためって。そうです。ためのことをためって言いました。じゃじゃ、ためでターンを貯める。略してため。皆さん、明日から使いましょう。逆になってるじゃん。そしたらカーンじゃん、カーン。何かタメだったらさ、カメでターンを食べる。逆じゃん。ぐちゃぐちゃだな。ぐちゃぐちゃに訳すとタメになります。だからみんなカメでターンを食べたいときはタメっては伝わるよ、きっとトレクル仲間あったら伝わります。タメをして、はい、タメをするんだよっていうね。まあ、そういう会話を明日から学校でやってみてください。やらねえよ。以上です。はい、ということでね、この後ろの金髪おじさんを倒して亀でターンを食べましょう。はい、どんぐらい弱かったっけこいつ。すげえ弱かった気がするんだよね。よし、いいね。そう、すごい弱いんだよこいつ、体力が低くて。で、あとここはもう亀でターンを食べる。亀でターンを食べよう。ずっと食べよう。ここはいっぱい食べれるからね。で、555しか食らないから。お、やべ、どうしようかな。オーリアか、これいらないね。はい、いい感じだよ。このままずっとやり続けます。はい。そうするとね、結構稼げるんですよね、ここでね。だから多分このままいけば必殺技、うわ、肉はね、でも取っておきたいから、ここはレイリーしちゃう。はい。次のところで、一回だけ肉取っとこう。ガープが3000ぐらいでしょ、攻撃が。4ターンだっけ ?3 ターンだっけな。その間に倒さないと負けますからね。だから、その間に倒せるように持っていくと。OK。次かな？次で飛ぶかな、もうこれね。お肉取っていこう。イエーイ、めっちゃ回復すんな。やっぱ肉の回復がえぐいね。すごい回復する。はい、ここね。ここも重要。重要でもないけど、ここは後ろのやつだけ倒す。後ろのやつだけ。で、後ろのやつね、多分ね、これ一発でボン飛んでいく気がするんだよね。どうだったかな？ちょっとやってみようか。はい。あ、そうそう、弱いんだよ、ここ。すごい弱いの。で、一発で飛んでいく。で、こいつは力を貯めてくれるから。で、この2ターンで倒さなきゃいけないけど、倒しきれたよな。あ、325使ってみようかな。325。はい。どうせ使わないもんね、ガープね。はい。ドーン。お、倒せた。325、ここでも活躍できた。あんま使わなくてもよかったな。うん。で、そうっす。ここでガープが出てくるから。ここで、ちょっと待って、必殺技がね、全然溜まってないね。ロビンが、あ、でもあと1ターンで溜まるか。うん。ロビンであと行った。うん、大丈夫かな。ギリギリ大丈夫か。うん、ギリギリ大丈夫ですね。あとは、ボコボコに殴って勝てるかどうか、やってみるしかないっていうね。トレーボールはね、今回使えなかったね、必殺技がね。たまりきらないね、これね。
でクリエルと、そうクリエルとね、このウォーリアーの相性がいいんじゃないかってね、勝手な想像で連れてきたんですよ。ラズ使いたいね、一回やってみようか。ああ、まあまあとりあえずこのまま一回攻撃します。ウォーリアーも強いかな、あ強いね、あれリオエはね、フレンドさんもね、うん、こういきます、こうね、はい、やってみます。どんぐらい食らうかな、よしよいしょ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 、よし、お、54万も食らう、3バンバン、これ大丈夫ね、あと3ターン、うわー、もうすげえめっちゃスロット揃ってる、今しかないね、これね、これでロビン、はい、5個も揃ったよ、すごいな。ドレイボールの効果全然関係ないね、これね。レントが全然どうかね。で、ここで、レイ、どうだろう。あ、レイリーはね、多分ね、モリアよりはレイリーかな。うん。ロビンよりは弱いから、モリアが一番最初レイリーやればいい感じですね、これね。さあ、行きましょう。これ結構食らうんじゃないの、ちゃんとやれば。ちゃんといけば結構食らうと思います。よいしょ。よいしょ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 、めっちゃ食らうな、128万か、あと2台だ、もうこれ余裕だろ、これこれ余裕でしょ、おい余裕だ、絶対余裕だこれ。で本当はこのモリアとこれ溜まってれば、あ間違えない、どうしよう、こいつが中段を力技下段を心地のランダム変換後1回変えれるから、力技が絶対で、これ使うと2個作れるんですよね。そう、これ結構いいなと思って、だからこれ結構いいかなと思ったんですよ。そうすると全部で3つね、知能するっていきますよね。うん、結構いい感じでしょ。でここにさらにトレーボルが溜まってたら、ここに心のやつをトレーボルに持ってっといて、こいつは自分なんだっけ、そう自分のスロットを自スロに変えるから、ほらほら、チーばっかりで肯定もするでしょ、すごくねっていう話をっていうので行きたかったんだけど、まあ今回は無理だから一回普通に倒します。ここで普通に一回攻撃しちゃいます。じゃあ攻撃して、とりあえず攻撃して、まだ大丈夫だね、まだやられないもんね、うん、普通に攻撃しちゃう。次せっかく、次で、次やろうかな、もし倒してたらね、はい、よいしょよいしょよいしょ、倒しちゃったねこれはいけるね、結構いい感じでいけんじゃない、これ。あとはね、トレーボルはターンがたまんないね、21ターンか、うん、だからまあスキル上げるの入った話か、まあでも来てないのか、うん、でもうちょっとしたら結構いい感じになるってことね、きっと分かんないけど、はい、勝てました、やったぜ、あざっす、レイ先生あざっす、はい、やっぱいい感じで勝てますね、これね、きっとね、これでいけば結構いける気がします。でもガープ全然上がってないからね、ちょっと今日スタミナがある限りやります。でもあと1回しかいけないかでまた溜まったらやるか、うんうん、それでちょっとガップいきたいと思います。はい、今日はそんな感じです。またやります。バイバイ。